私たちの領域ってお金が儲けっていうのをメインにゴールにしちゃうと悪いこといくらでもできちゃうんですよね。放射線医療総合研究所みたいなところに出向したんですけど、重粒子線サイドの物理側でデジタル広告に特化したサイバーセキュリティーツールですね。こら今の会社のビジョンは、まあ、Building a Safer and Happier Future with Automation って言って、あ、日本語で言えって言われてたんだ。